全国では210箇所やってる町ゼミっていうのを仲間10店舗と一緒に、始め、そしてこの事業が全国にどんどん、町ゼミとはですね、商店街の個店の店主さんスタッフさんがですね、お客様にいろいろ喜んでいただこうと、さまざまな知識ノウハウを少人数制でですね、お店の中でゼミを繰り広げる商店街活性化の事業でございます。商店街の個店の店主がですね、例えば化粧品屋さんでいうと眉毛が美しく描けれる、アドバイスをさせていただいたり、あとお客様がですね、魚屋さんだと、魚のさばき方を教えて差し上げたり、普段の生活のちょこっとしたですね、知識技術をこう私たち店主だからこそ、その技術をお客様にお伝えするって、でお客様にとってみたら生活がより豊かに向上するようなですね、そんな取り組みでございます。この店は92年間化粧品のお店やってるんですけど、外堀の中にお店が岡崎でございます。はい、でなんで僕が講師してるかっていうと、たまたま、13年前に今こう全国では210箇所やってる町ゼミっていうのを仲間10店舗と一緒に、始め、そしてこの事業が全国にどんどん広がってって、そんな中僕自身がこう直接沖縄から今北海道までお邪魔してこういう勉強会に